お店、ここ誰の店、略してここ誰、第4回目始まりました。はい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 、レポーターのハイパーヨーヨーザー、はいはい、はい、というわけで第4回目のここ誰は代々木八幡にあります、おかおかハウスさんにやってきました。おかおかハウスさん、一体どんなお店なんでしょうか。それでは早速行ってみよう。有名人のお店、ここ誰の店、ここ誰。お邪魔いたします。お邪魔します。頼もう頼もう頼もう。誰かおらんかの。いや、誰もいないね。誰もいないよ。ここにはインフォメーションとも書いてあるのに、ちょっと誰もいないぞ。なんで誰もいないんだよ、入り口に。おーちゃん、キラキラだな。とってもキラキラ。かわいいな。かわいい。鏡よ鏡、世界で一番かわいい子はあたいちゃんですか。そうです。おー、ちょっと進んでみるぞ。うん、おーちゃん、うん、なんかいるぞ。おー、なんかいる。なんだこれ。これはね、うん、鹿だな。鹿か。鹿がおるぞ。じゃあ、うん、よく見てみな。うん、この鋭い唇。うん、このたてがみ。うん、どう見たってか、オカピだな。これはオカピだ。どうだってオカピだな。あたいは物知りだな。なあちゃん、うん、誰もいないね。誰もいないよ。じゃあここは一体何なんだろう。上に行けって言ったけどさ、うん、本当にいいのかな。ちょっと怖いよ。何があるか分かりませんので、ちょっと身を潜めて、お気をつけて。何が出てくるか分かんないから。うわー、なんじゃーりゃー、なんじゃーりゃー。また2階にも鹿がいたぞ。違うよ、ちゃん。うん、よく見てよ。うん、あの丸い唇と、あのたてがみ、うん、あれ、オカピだな。ここだれ。ここだれヒント、こちらのオーナーは漫画家の方です。こちらにいっぱい漫画がございますよ。豪華な方々がたくさんおります。どなたなんでしょうか。どなたなんでしょうか。あーちゃん、うん、無事に席にたどり着けたね。うん、なんかさ、いいのかな、勝手に座って。うん、勝手に座って しまいました。オカピがさ、うん、2匹もいたね。オカピがとにかくいっぱいいました。オカピの家だね、ここは。オカピの家かもしれない、ね、じゃあちょっとさ、うん、店員さん呼んでみようか。呼んでみよう、うん、すいません、店員さん、いらっしゃいませんか。あ、いたー。店員さん、オカピしかいなかったんだよ。店員さん、よかった、よかった。あの、こちらは、はいはい、どんなお店なんですか。ここは多目的レストランバーです。多目的レストランバー。ちなみにおすすめのメニューはありますか。はい、タコとブロッコリー、アンチョビスパゲティになります。美味しそうだな。そちら本日いただくことなんてできますでしょうか。はい、今お持ちします。やったー、ありがとうございます。ここだれ。お待たせいたしました。はい、タコとブロッコリーのアンチョビペペロンチーノスパゲティです。ペペロンチーノ、はい、いただきます。うん、どうですか、あたいちゃん。このオクトパスが口の中に大変広がっております。とっても歯応えがいいですね。はい、ありがとうございます。ちょっとペペロンチーノっていうと、うん、やっぱちょっとお胃が気になる方ニンニクが多いと思うんですけど、うん、これはね、うん、全然いけそうです。ありがとうございます。このままどこにでも。これアンチョビはどこにいますか。アンチョビはまあ中にいますね。ソースとか多分絡めてあると思う。そうなんですか。
じゃあこのアンチョビが混ざっている お麺の方をいただきます。巻いてパスタを巻いて、アンチョビいただきます。ちょび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 アンチョビ。他におすすめってありますか？はい、はい、まあ、うちは多目的レストランバーですので、うん、まあまあ普通に、貸し切りでパーティーできます。はい、おーすごい。4時間で3000円から飲み放題。安い。安い。大丈夫？大丈夫みたいですね。はい、次やっていけるんですか？はい、なんとかやってます。いや、じゃあ大人気なんですね。他には、うん、まあ、定期的にここがスタジオになるので、うんうん、まあ、ニコニコ生放送ですとか、うん、まあ、スタジオレンタルもしてます。すごいですね。ここも借りれるんですね。はい、まあ、マイクとかのいろんなカメラも機材が一応一式揃っているので、はいはい、そういうこともやってます。すごい。いいですね。あとは何かありますか？はい、芸人バー。芸人バー、何それ？芸人さんが、うん、まあ、あちらにバーカウンターバーがあるので、うん、あそこでお客様をもたなすっていう。あの、はい、漫才とかやってくれるんですか？もう、まあ、振れば、じゃあお酒を飲みながらネタも見れるの、はいとか、はい、普通に話をしたりとかっていう、はい、はい、すごいですね。はい、あとは、あとはもうないですかね。まだあの衣装のレンタル、ギャル服のレンタルをやってるんですよ。ギャル服？はい、それは俺らもギャルになれるってことですか？ギャルじゃないんですか？俺らはギャルじゃない。俺らはギャルじゃない。俺はギャルに憧れてるんです。じゃあぜひあのギャルになれると思うので。いいんですか？はい、できるの俺らも。はい、やったー。やりたい。やりたい。やりたい。ここだれ。あげーあげー、どうですか？俺らギャルになったっすよ。ギャルになっちゃったっす。やったっすよ。マジやべっす。やべっすよ。マジで。ここでヒントっす。オーナーの方はギャル。俺らがこれってことはギャルなのかな。ギャルギャルルルルルルル。やべ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 。ここだれ。じゃあこちらのお店のオーナーさんを早速呼んでみたいと思います。それじゃあちゃん行くぜ。3、2、1、いらっしゃい。いらっしゃいませ。どうも浜田ブリトニーっす。好きで、何歳何歳
けども、二十歳なんかね、若い感覚のね、男の子がいいよね、うん、あ、そうなんすか、大学生くらいっすか。いや、いいね、大学生美味しいよ。え、美味しいの食べないで。食べちゃダメだよ人間は食べ物じゃないです。食べ物じゃないね。じゃあ、そんな、はい、なんか大学生の男の子を落とす必殺技あるんすか。必殺技をじゃあ今日は伝授しましょう。いいか、いいの、やる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 。まず私が肉食系なんで、明らかに草食系の男子を肉食系の女子は捕まえるんですよ。ふむふむ。でその、例えば合コン会場とかに草食系肉食系で分けて判別して、自分が草食だと思ったら肉食の男に行くんですよ、うんうん、そしたら確率がアップします。なるほど、そうなんですよ。それが草食、草食はダメなの。草食、草食は全然ダメです。なかなかやっぱ反転しないんで、うん、私は草食系の男を一番この中で草食は誰だと思って、それどうやって行くんですよ。どうやってわかるの、草食系。もうね、話してればわかるじゃないですか。わかんないよ。じゃあパイセンパイセン、あのカメラに向かって草食系男子を落とす一言やってもらってもいいですか。これはね、いいですけど、はい、ピーって入りますよ。あ、いいっすよ、もう何でも OK ですよ。行っちゃいましょう、行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。だいぶまろやかに言ったからね。あ、そうなんですか。何言っても許されますよ、ここ。大丈夫、ピー入れてお願いしとくんで。あ、やっとくんで。いや、それじゃ今日はどうも、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日のココダレは浜田ブリトニーさんでした。バイバイ。バイバイ。来てね、おかおかハウス、うん、楽しいよ。はい、どうも浜田ブリトニーです。こちらおかおかハウスはですね、代々木八幡、そして代々木公園からなんと徒歩5分で着く、ちょっと住宅街の中なんですけども、一軒家になっておりまして、そこに多目的スペースということでね、飲食店をやっております。1階2階であのパーティーのご予約もしておりますし、誕生日やあとあの例えばなんとか会とかいろんなものができます。その際にはですね、衣装のレンタルもできますし、あとなんかお誕生日の記念日だったりとかした場合、浜田ブリトニーのイラストがついてきたりとか、シャンパンとかもサービスしますので、ぜひお越しください。あとは曜日別にですね、あのゲーム大会だったりとか、芸人バーガールズナイトとかいろんなものをやっておりますので、ぜひぜひおかおかハウスのホームページを見てチェックしてみてください。以上、浜田ブリトニーでした。